やってまいりましょう。手持ちのつむすべて紹介し終わるまで終われません。続きましてはシンデレラよりトレメイン夫人ですね。トレメイン夫人って名前あったんだって思って、何かっていうとシンデレラのその出てくるね、三姉妹のそのボスのお母さんでしょ、いわゆるママ母ってやつだったと思うんですけど、トレメイン夫人っていうそんな名前だったんだと思ってね。にしてもさすがヴィランズ粒ですね。時々出てくるこうめちゃめちゃ粒を壊さないとたまらないという恐ろしいスキルの持ち主なんですが、まあ、今回22個ね消さないとね、あんたのためにスキルなんか発動してやんないよって言われちゃってるんでね、頑張って22個貯めてねスキル発動していきたいと思います。発動。嫌な妹たち。なるほどね、さすがさすが嫌なやつなことだけあって、消す積むの量はものすごい数いっちゃいますね。3連コンボっていうのがなかなかいいですね。これじゃああれか、スキルレベルを上げていって、トレメイン夫人の発動能力がどんどん上がっていく、あの発動に必要な、あ、3姉妹じゃなくて2姉妹か、うん、必要なね、数がどんどん減っていったとしたら、しかも範囲も広がるみたいなね書き方されてたんで、ね、トレメイン夫人の強あれだね、自己主張能力が高いですね。自己主張が高い、え、自己主張が強いか。ボンボン、扉閉めた最後があれか、ランダムでツムを消すっていうものか。これのやっぱこういうツムのいい点っていうのが、こうツムがこう動いてくれてるから、ボン、うん、だからこうなんか止まっちゃうとどうしてもその時にセットされているツムの位置によってポイントとか消せるツム数とかってのが変わってきてしまうのが、こうやって自然にね動いてくれるツムに関してだったら、どういう体勢であっても絶対にツムがマックスになってくれるんで、そのあたりっていうのはポイントは非常に稼ぎやすいかもしれないですね。ただ一個尺なのが、前回パートでやったウェンディよりポイントが少ない、いやクラメイン夫人、あなたならやれる、あなたならもっとできる、もっともっとポイント稼げます、私操作人間が頑張りますということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。